ポップライン、ポップライン。本日はですね、平日の小田フィールドに数年ぶりに来てるんですけども、RS ラボ主催のビヨンドでサブ4を目指す集団練習会 B4 のゲストに呼んでいただきました。まあ、なのでね、僕がね何かお伝えできることがあれば、ちなみにこれコアダです。ツンツンツン。今日は B4 の練習会の様子をねお届けできたらなと思います。 B4 特別練習会、今回のゲストポップライン竹本さんです。よろしくお願いします。来たー、おめちゃめちゃウェルカムモード、すごい。観覧かと思った。番組の観覧かないで、ちょっと恥ずかしいです。声です。こっちも声出てる。こっちも声出てる。はい、ということで。はい、よろしくお願いします、皆さん。はい、よろしくお願いします。ここで出てきて。プロのお客さんです。みんなもう市民なんだ。市民なんですか。なんか、毎節やってる気分。ありがとうございます、皆さん。今回、皆さん、サブ4を目指す市民ランナーさん、B4 チームなんですけど、せっかくなので、池本さん、サブ4は、達成されてるじゃないですか。使ってますね。余裕されてるので、ちょっと今回先生的な立ち位置で、そんな立ち位置初なんですけど嬉しいな、いつもしごかれてばっかなんで、はい、せっかくなんで、はい、ちょっと皆さんから質問いただいたので、はいはい、皆さんの、まあ、素朴な疑問にちょっと先生として答えていただきたいなと思います。もちろんです、もちろん、何でも聞いてください、はい、よろしくお願いします。好きな女性のタイプは気をつけてます。最後の方はやっぱもう体力なくなってくるから結構食べきりじゃないすごい気持ちよく帰ってくれてる。なんでそう、僕達成してないですけど。今日は100の坂を10本やります。大体目安で言うと8割ぐらいの力でガンガン登ってきてください。 100×10本、25秒ですよね、大体。まあ、そうです。いけたら、いけなかったら、じゃあ俺も後ろからもう力ってケツこうやって後ろからアッパーカットするんで、皆さん俺より先にゴールしてください。頑張りましょう、力。はい、ナイスラン。22、23、24、25、OK。 はい、ナイスランです。はい、ウォーキングでナイスランです。竹本さん、早いですか？早いです。早い、ついてきてついてきてたよ、ついてきてたよ、速っ、速っ。あれ、俺が達成する走りだぞ。16、17、18、20、21、22、23、待って、竹本さんめちゃくちゃ速いんですけど。速い。結構ガチで速くないですか？速い。はい、どう、はい、18、はい、OK、ナイス、ナイスラン。はい、25、26、27、みんな楽しそうですね。竹本さんに追われてるんですか？お尻ペンペン。あと半分、竹本さん余裕ですか？まだ余裕です。さすが、スターティングは違うよね。さすがですね。みんなもなんかボルト竹本って言ってくれちゃってるから気持ちよく走ってます。ボルト竹本、ボルト竹本酔われてます。ボルト竹本、ボルト竹本、ボルト竹本、めっちゃ楽しそうですね。後ろの方でもいいよね。かわいい。竹本さん、20m 下からやってる。あ、そういうこと。めっちゃみんな楽しそうですね。竹本さん、楽しそうかもしれないから、その規制になってます。ありがとうございます。距離伸びてます。はい、ワイド。そうそう。水も入れない。さすがですね、竹本さん。3.5 してるんだ。足はないか。もう 3.5 してるくらいのノリになっちゃったよね。得意な練習です。あざす。皆さん、頑張ってこう。竹本さんいなかったら無理でした。もう終わってた、終わってた。え、僕がいたからできたんですか？そうだよ。ファールか、ファールか。何なんすか、そのノリ。ファールか、ファールか、ファールか、いやいやいや、じゃあ竹本さんにみんなついて、はい、おっ、
7つにこれできたらサブ4だいぶ見えてきてるんじゃないですか。あとはこの開けてからね、夏開けてから距離をうまく踏めれば多分いけると思います。ありがとうございます。太鼓判です。あと太鼓判いただきました、はい、元気なんで皆さん。ボルトって呼んでくれるしね、だから褒めとかなきゃ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ナイスランドです。竹本さんのおかげで頑張りました。何竹本でしたっけ。ボルトボルト。めちゃくちゃ仲良くなりました。仲良くなっちゃいました。よかったです、はい、よかったです。ということで、はい、今回の特別ゲスト竹本さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ演技 OK です。はい、ありがとうございました。すいませんね、なんかいやいややらしちゃって。ありがとうございました。はい、正直竹本さんの動画見たことない、知らなかったっていう方どれぐらいいらっしゃいますか。はーい。なんでこれやってんすか。すいません、ドッキリでした。いや、なんの。え、今日俺ゲストでもない。もしかして扱いとして勝手に B4 に来た人になって。いや、一応ゲストだったんですけど、はい、ちょっと 120% の力で竹本さんをよいしょしてくださいっていうドッキリでした。今日は竹本さんが練習会に来ていただきます。はい。ということで、ドッキリをですね、やろうと思ってまして、竹本さんに気持ちよく今日はなってもらうっていう、竹本さん来ましたーで、うわー、キャーみたいな黄色い声をちょっと練習しました。じゃ今日の特別ゲスト、竹本さんです。女優じゃよろしくお願いします。はい、すいません。反応良かった。あれ結構みんなもう女優かってぐらい。だからさっきからちらほら女優女優言ってたの。何が女優なのと思ってこれは。実はですね、ちょっと、はい、我々 B4 が年末のビヨンドっていうマラソン大会のサブ4を狙ってるチームなんですけど、そういう練習会ですもんね。はい。ああ、ちょっと今回ですね、我々よいしょしたので、そのお礼って言ってなんですけど、したのでとか分かった。お願いしてないし、用意してとか言ってないし、したので。はい、なんですか。気持ちよくなってもらったので、あ、なりましたけど、ビヨンド本番、うん、我々を応援してくれないかと。あ、サブ4を目指してる皆さん、はい、皆さん出るんですか。出ます、出ます。お願いします。お願いします。ちょっと嫌です。今の心情はなんかモヤモヤして、うんとは言いづらいけど、気持ちよくはなったら、じゃあやります。あ、じゃあサブ4のベーサーもどっか、ちょっと1週くらいね、全部は分かんないけど、めちゃくちゃ嬉しい。せっかくなんで、お尻ペンペン、お尻ペンペン、そこはちゃんと楽しんでたから、そこの下りは。あそこもこいつ何やセクハラ気味と思いながらやったのかな。いや、さすがに。よかったです。よかったです。じゃあ、ちょっと竹本さんの力借りて、ビヨンドサブ4頑張りましょう。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。なんか難しい感情。いや、でもすごいいろいろ本当に勉強になって、確かに勉強になって。まだ続いてますか。いや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 、もう疑心暗鬼なんですけど、本当に本当に本当に指示ね、落とさなきゃいけないっていう指示だったんで落としたんですけど、もう本当は下げなくてもいいんじゃないかって今撮りたいくらいの。みんなだいぶ好きになって。よかった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 。だから10本できました。もう本当にもう何も信じれない。じゃあ男子もやってたんですか。男子も一応気持ちやってたんですか。みんな知ってますよね。知らない。本当に知らない。いや、ありがたいありがたい。見てください。モチベーション上がると思う。紙にはなんないかもしれない。Hello, everyone. 教えてやるぜランナーの本性。 Hello, everyone.
せっかち。